はい。ユーグッドの月きあです、えー。今回はこのような、LINE のアニメーション。みたいな感じですね。このメッセージが出てきて、下から上にどんどん出てくる。そしてメッセージも途中から出てくるような感じですね。これの作り方を紹介していきたいと思います。 作り方、えー、とても簡単です、えー。ただ今回用意していただくものは、まあこの撮影素材の背景はいいとして、こういう吹き出しは、フォトショップとか、えー、フリー素材とかで使っているものなので、それは先にご準備していただく感じになります。はい。まず準備していきますが、えー、まず最初にやっていくこと。えー、ファイルから新規がここにも出ていますが、 このメッセージは、あらかじめ、まあ何枚出るとかってもう決めていると思いますので、えー、縦型のプロジェクトに配置していきます。で、ファイルから新規プロジェクトですね。えー、メッセージ、縦。という感じですね。で、えー、ビデオのフォーマット。これを1920、まあ横はいいんですが、えー、縦。 これを3倍ぐらいにしていきます。3倍にすると3240ですかね。で、冷凍を299742219にします。そして、一旦、色分からなくなるので何でもいいからちょっと敷いていきます。その次に吹き出しの素材を乗っけていきます。こんな感じですね。 2個目、3個目、4個目、5個目、6個目。こんな感じの分割してるピングのデータを用意します。そして、えー、まあ、一回70あたりのサイズにして、ちょっと後で変更も最終的にしますが、えー、吹き出し位置に順番にしていますので、1を一番上に持っていきます。まあ、変形アイコンで持っていくのもいい感じですね。こんな感じで持っていきます。 次2番、2番目、吹き出し2をレイヤー入れて、えー、今、すべての大きさ70にしたので、左に配置します。多少これ、間を空けておくことが必要です。ちょっと後で調整が必要ですが、まあ、本当はちょっとグリッドとかで綺麗にやっていくのがいいんですけれども、今回は簡易的にやっていきます。で、3番目、吹き出し1のパラメータをコピーして、パラメータ、吹き出し3のパラメータにペースト。 で、避けていきますが、ちょっとアイコンがずれているので、ちょっとメカンで合わせて、同じぐらいの幅をとってやっていきます。で、四つ目。えー、吹き出し2のこの女性のアイコンをコピーして、吹き出し4のパラメータにペースト。これもアイコンちょっとずれているので、整えて配置。こんな感じですね。で、五番目。 えー、吹き出し1ですね1のペースパラメータをペーストしていきますグググッと間を空けていきますで最後6えー、吹き出しの2ですねでコピーでペーストでグググッと下げてまあこんな感じにしていきますまあ間ちょっとだいぶちょっとメカンなので、えー ちょっと整えていきます。まああとでちょっと調整はできますがある程度この段階でも気をつけていきます。4がもうちょっとしっかりでもこんな感じですね。はい。で背景いらないのでちょっと一回非表示にします。で、これをですね全部選択して右クリック、えー、継続時間をちょっと20秒にします。ちょっと長めにして。 さらに、右クリック、新規複合クリップ、メッセージとかにしましょうか。メッセージになります。そして、ファイル、新規プロジェクト、メッセージとかにしましょうか。メッセージ、配置とかにして、1080p。 の横長のものを作ります。そして、えー、次にやっていくのが、背景。こちらですねで。こちらの背景のこの辺りに乗っけていきます。さっき作ったメッセージの縦というものを、あ、メッセージですね。メッセージという複合クリップを上に乗っけます。 はい、こんな感じですね。で、後ろ合わせで切っていきます。続いて、えー、この、この部分ですね。ここから、ジェネレーターの背景、あ、単色のカスタムを上に入れます。そして、 えーまあ、真っ黒になるので上からクロップしていって、まあ、この辺り920たりにしますで逆に上もペーストしていって下から920ぐらいにします要はここから画面が出てくるという感じですねここから先から出てくるでこっから先は消えていくという感じですでメッセージの アイコンを持っていくわけですが、一番最初は当然のごとくこの下からいきます。ただちょっとちっちゃいので、これちょっと百五十ぐらいまで上げます。百五十、百四十五ぐらいですかね。で上げてちょっと簡易的に上げていって。 この間隔が大丈夫かをチェックしていきます。まあ、大丈夫そうですね。で、えー、最初にキーフレームを打っていきます。0秒の位置に合わせて、このメッセージ、さっき複合クリップ作ったところの位置に、あ0秒じゃないですね、1秒のところにインジケーターを合わせて、1、2、1のキーフレーム。 1>, 1秒の位置で1にキーフレームです。ちょっとややこしいですが。で、調整は140のままでいいです。で、1、2、3、4、5。5フレーム進めて、えー、Y を、ま、上げていく感じですね。えー、こんな感じです。ぴょんと出てくる感じですね。えー、メッセージの右クリックしてビデオアニメーションを表示すると、まあ、キーフレームが表示されます。変なキーフレーム出てますね。これ、消します。 で見ると、1秒から5フレームかけて、ぴょんと出てくる感じですね。こんな感じです。で、出てきたら1秒ため。えー、1 2キーフレーム。で、また5フレームかけて、出てくる。こんな感じです。見ていくと、メッセージ出て、ぴょんと5フレームかけて出てくる感じです。で、また1秒ため。 で、1、2、3、4、5フレームかけて、次のアイコンが出てくる。こんな感じですね。で、1、2、3、また1秒かけて、あ、ためで、1、2、3、4、5。これで、消えるって感じです。で、1、2、3、ためのキーフレームを1に作って、1、2、3、4、5。で、次が出てくる。こんな感じです。 で123。画面を作って12345。で最後出てくる感じですね。えー、見ていくとポン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 ドンドンドン。あっ最後はないんですね。これ出ていく感じになっています。これで、えー、まずキーフレームができました。で次ちょっと分かりやすくするためにこの2つの色のものを。 えー、ジェネレーターを赤にします。上も赤にします。ちょっと分かりやすくするためだけなので、あまり気にしなくて大丈夫です。えー、この、ちょうど一番上のこの消えるとこですね。えー、で、あ、で、背景を一回オフ、非表示にします。そして、一番上選択して、この合成モードのシルエットアルファにします。すると、 ここ、えー、ここの部分が見え、いくと消えていく感じですね。うん、消えていく感じになっています。で、同じように下も、シルエットアルファにします。すると、途中から出てくる感じですね。になります。で、えー、ただし、背景も、 このシルエットアルファが生きてしまうので、この3つを選択して、右クリックで新規符号クリップにします。すると、背景を復帰させると、こんな感じですね。このクロップのところが出てくる。途中から出てくる感じになります。上も、 本当はここのクロップの境目があるんですけどもシルエットアルファで消えている感じですね、えー、このようにできますで最後、えー、後ろの背景がちょっと明るすぎるのでトーンカーブで暗くちょっと今していくかつ、えー、メッセージのこのクリップ全体にドロップシャドウをつけますそして、えー、調整していきます そんななにシャドウをつける必要はないので、こんな感じですね。で見ていくと途中から出てきてメッセージが出てくる LINE 風のアニメーションが出来上がりました。まあこれ結構よく使う手法かなと広告にしてもドラマとか使うにしても結構その見せたい時このスマホの画面で見せるよりもこっちの方が分かりやすいっていう時がありますのでこういう演出に使えるんではないかなと思います。はいでは今回は以上です。 ありがとうございます。